と佐々木の映画バズライター。2時3時で彼の右に出る者はいないほどのオタクライバー八代気づく。レトロゲームから最新ゲームまで全てが揃う彼の自宅では、今日も当たり前のようにあの人がダラダラとしているようです。いいな、ダラダラ。いやー、そろそろ夏か。いやー、今年何しようかな。今年はね、2時3時そうめん大会があるよ。え、本当に、うん、そうめん大会って何すんの？ね、全員集まってね、滝でこうスライダー流すの。そうだ。え、あの100人いるでしょ、うん、下のやつ絶対流れてこねえだろ。うん、それはしょうがないよねいやいやいや、あとどんだけ高いの？100人いるよ。うん、すごいすごい他人事みたいにやるわけねえだろ、そんな。あ、来た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 。お、ね、まあ、誰かな。来ちまったか。わ、やしろくそうめんみたいな連中が来たよそうめんみたいな連中って何だ。白くて細い連中が来たよ本当だ、確かに麺来た。今日ら麺来た、届いたかいやいや、でも君たちなんか何もなしにね入ってくるわけにいかないでしょ。いや、実は今日、うん、持ってきてます。おお、でででってって。おー、なるほどな。あるよ。あ、それだったらもう入ってきて、はい、はい、どうぞお入りくださいお邪魔します。お邪魔します。あ、いらっしゃい。お邪魔しまーす。あれ、どうも、いや、広いっすね、この家。あ、ありがとう、ありがとう。さっき寄った、そうめんは。そう、そうめん、もう一本は。そうめん、このそうめん、うん、どこ行ったの？トイレ借りてる。おぉー、ちょっと、ちょっと、ちょっと、トイレ借りてる。水飛ばすな。おい、おい、おい、トイレ借りてる。やっぱ、こうでなくちゃ。みんなの期待に応える、道化師、リキさん。というわけで名前を名乗っていただこうか。あ、なるほど。夢追い続けて28年、バーチャルシンガーソングライターの夢追いかけるです。よろしくお願いいたします。あったの？ポーズとかあったの？これ何？そうですね、5分前に決めた。あ、そうなの。そして、そして、はい、2人目の仕切りたがりでございます上力一でございます。リキちゃんは数少ないうちをサクちゃんと呼んでくれる。サクちゃんだよね。サクちゃんだよ。リキちゃん、サクちゃんだもんね。リキちゃん、サクちゃん、ご機嫌で。同年の名コンビみたいな。今回のお友達はこの2人。娘の多頭が夢追いパパと、スゴジュー大好きなリキイチさんだ。くつろいでるな。それでは、夢追いかけるのプロフィール見ていきます。はい、はい。こちらが夢追いさんのプロフィール。なるほど、全体的にご飯の話題が多いようですね。聞いてみたらきっと面白いことがあるんですよね。最近ハマっているものは、はい、はい、わかめご飯。はい、似合う似合う似合う小学校の頃とかに給食でよく出てた。 あ、はい、あるね、人気だよね。そうそうそう、まあ、出てたのよ私はね、うん、その時にすげえ好きだったけど、うん、均等に分けられるから、うん、まあ、当然全部は食べられないじゃんって書いてあった、うん、で大人になってからふとあれ全部食べてみたいなと思って、うん、炊飯器に3合ぐらい米炊いて、うん、全部あの混ぜ込みわかめを入れて、わかめご飯にしてみようと思って食べてみたら意外とそうでもなかったっていう。あ、ええ、ハマってないじゃん。ハマってねえか。ハマってないじゃん。飽きたんじゃん。飽きたんじゃん。え、嘘つきじゃん。嘘つき。俺嘘つき、うん、そうでもなかったの。でもちゃんと食べたよ全部もったいねえからハマってんのかな。ハマってねえじゃんじゃあ他の項目行ってもいい。フラフラしてるな、ずっと。今日次行くか。今まで誰にも言ったことがない秘密は、もやしは最近あんまり食べてない。なんか僕ずっと食べ物の話してるなもやしのイメージ確かにあるな。あるよね。そうですね、デビューした頃はやっぱりあの、うん、まあ、シンガーソングライターとして日銭を日々稼いだってことで、はい、まあ、あのもやしを炒めて、じゃあ今は肉を。まあ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 、いやでもこんなでかい家には来たことない。今柏貪さぼってんの。もやしのランクアップ柏なの。しかも俺柏今食ってないって言うてるやんえ、じゃあもやしじゃなくて今何を炒めてるの？うん、今はそうですね、牛肉とか。え、柏よりちょっとあれじゃん。肉 OK になったの？OK なのね、もうね。いや、あのちょ、これはあの誰にも言ったことがないっていうことなんです。あ、なるほど。この番組のために今日身を切ってあの話させていただいて。なるほど。じゃ次行きます。はい。最近運がいいなと思ったこと。はい。起きて体調が良かったこと。めっちゃラッキーでしたね、これね。は？
さっきからさ、回答があれじゃん。何なんだろう。俺すごい真面目に答えたつもりでね、さっきから。平凡だな、うん、なんか平凡な日常って感じ。あのね、朝起きて体調が良かった日の方が365日のうち少ないのよ。わかりません、そういうの。でも漢方薬飲んだらいいよ。あ、今アドバイスもらってる私。あなた漢方薬いいわよ。先生だったわ。五蓮さんっていう漢方薬飲みなさい。10歳以上お年下のやつにさ漢方薬勧められてるの。まあ年齢的に普通の日常が遅れている健康状態にありがたみを感じがちってのは分かりますよ、夢代さんね。次のコーナー行ってみましょう。2人で協力して簡単なゲームのお題に挑戦。しかし2人には難関なあるルールが立ちはだかる。八代と佐々木の2人で仲良くできるかな。今回僕たち2人で挑戦するのはですね、まあ、協力プレイでツインビー一面をクリアしろだそうです、ね、今回2人が挑戦するのはコナミの名作縦スクロールシューティングツインビー。お題は2人同時プレイでのみ可能な手をつないでステージ1クリア。2人で仲良くできるかな。ツインビーって手つないだりとか、なんかそういうことしないと強い攻撃出ないらしいんですよ。嫌だな。俺も嫌だよ。手はつなぎたくないな。うん、え、つながなきゃいけないの。いやら、まあツインビーステージ1を手をつないでクリアせよ。お、うちがピンクか。で俺があれやね、青。オッケーオッケーオッケー。なるほどね。もうこれは協力する気全く感じないですね。うちが全部アイテム取ったらいい。いやいや、俺が取った方が強いと思うよ。あ、タケノコ。いや、俺が取った方がね、強いと思う。そうなん。いや、佐々木ちょっとどいていいよ、そこ。ちょっとどいていいよ、マジで。いやいやいや、うち最前線、うちが屋敷層守るわ。いやいや、俺が取るから。難しいことな。今なんかスリーウェイになったけど。あ、ほんと縦に並んでもなんか強くなるらしい。あ、そうなんや。そうそうそう、こんな感じ。え、なんやこれ。前のやつ損してるやん。まあ確かに。いや俺が後ろでいいよ。いや俺がやっぱ佐々木守んないといけないから。もう全然手つなげてる感ないんだけど。押し出さなくていいですよ。え、気持ち悪いことを言うな。いやいや、お前押し出してただろ今。気持ち悪いこと言うな。いや、お前がセクハラって言うんだよ、そういうの。押し出さなくていいってどういうこと。手をつなぐも、もしかしたらセクハラ案件なんじゃないの。いや、お前さ、マジでこのゲームやるしかないよ。これ知り合ったの実は屋敷図なんじゃないの。いや、お前これここで夢追いさんのお土産タイム。プロフィールで少し重くなってしまった空気を吹き飛ばすことができるのか。夢追いかけるの持ってきたお土産はこちらで下げてください。なにこれ。アップルパイ。はい、これはアップルパイですね。おアップルパイを。香りがいいね。めっちゃいい香りする。持ってきました。美味しそう。これね、めちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ皆さんご賞味いただければと思うんで、取り分けて食べようか。そうですね、はい、いいな。はい、それでは、はい、実食。え、なんでアップルパイなの。好きなの。あのね、子供の頃によく喧嘩してお家に帰ってきた時に、うん、おばあちゃんが焼いてくれたのがアップルパイだったんだよね。何そのジブリみたいな。うん、うまいね。この甘さ若干控えめで、でもリンゴの形がちゃんとわかる。あ、よかった。シャクシャク感もあって。続いて夢追いさんのターン、期待してますよ。お願いします。うん、うん、めっちゃうまい。うまい。情報すべ、情報すべ。そしてめっちゃうまいし、うまいし、めっちゃ柔らかいし、うん、確かに甘さちょうどいいし、うん、めっちゃリンゴの味して、おい、もう許してくんない。ありがとう。ありがとう。大丈夫。繰り返し何か同じことを言っているなと。いや、具体的な感想を得なくて。顔だけで伝わった。顔だけでちゃんと伝わったんで。大丈夫。レバガチャ大パン。アップルパイ美味しかったね。いや、美味しかったね。よかったね。楽しかったよ。今日のゲームは一味違う。うまいだけだったら痛い目見れよ。いけ、夢追いかける。その通り。このゲームは何よりも語彙力がものを言う。言葉を操るシンガーソングライターのテリトリーに踏み込んじまったら、吠え面、ストアは冷や汗すべて欠かしてギャフンと言わせちゃうぞ。今回4人が遊ぶのは言葉のパズル、文字ぴったんアンコール。
文字を組み合わせて言葉を作る新感覚パズルゲームの最新作。例えばピエンやリモート会議、キュンですなど今時言葉を多数追加。プレイステーション4、スチーム、スマートフォンアプリでも発売中の今作を今回は任天堂スイッチ版でプレイ。と我々 MC チームね、はい、文字ピッタンなんとやったことがないすごいよ。なるほど、はい、なんでちょっと練習があったらちょっと2人で一旦ね試写組で、いやいいじゃないですか、面白いよ、面白いよこれ。うわちょっと自分単語のな語彙力だな今語彙力って単語が出てきてなかった、ね、語彙力が出てこない佐々木さん、ダメよダメダメ。そんなジェジェジェな佐々木さんが先行です。おいいね、おいいんじゃないか、トラック来ましたね。あもうか近くマジかよ、ちょっと待って、ただこのゲーム逆転がねある。あ大目くり、はい、あいいね、あいいね、だから下くりましたね、ラクダ、かくラクダダサいやつやめろラクダの、の、のラクダダセダセあるかもしれんからね、あるかもしれんから、ノラ、うわぁノラ止まり、ノラのラクダいないの。だからこの端を取っていくのがね、そうね、大事ですもんね、端を取るのが大事なんだ、うん、なるほど、返しづらくなるからね、相手に返されないのを作るのがいい。オッケーオッケー、そら粗末な歌詞です。なんか偶然入るのです知らない単語知れるのがいいよな、うん、勉強になる普通に。これも取っていけるね、まくれるか、5対1。ヒント俺きた、みそらひばり、おーこっちか、あー意外じゃないけどないけど意外といけてるぞ。仮想仮想仮想かいいね、連鎖していくと気持ちいいね、やっぱり、ね、カノウ、あーこれこれやばそうな気がする、なんか、何がやばいの、どうだこれは、これはいいでしょう、えちょっとやめようちょっとやめよう、はあーあーでもいいね、はい、あーいいね、なるほど、こう角を取ってくっていう、あぶねー、あちょ来た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 、えこれ全取りいける、何全取り全取り、あ、来た、イミフ、イミフ、あれイミフ、イミフ、来たイミフ、来たやばおいうまい、マジか、佐々木さん、倍返した、これパスになっちゃうんじゃ、うわタクギ、タクギで取っていく、イミフぞ自分のにつなげる、どうしよう、あうなぎ、はいはいはい、あ、いや、いいんじゃない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 、いいね、いいね、うん、めちゃくちゃいい、さあ、屋敷図、端が全部残っている、やべー、いやこれむずくねあるんだ、これこれ頭すごい使うよね、いや、さあ、うまく青を返してる、意味がやばい、うわー、ちょい取りした、船でちょい取り、7対7、これいい勝負ね、え、これ取ったらもういけんじゃないの、ここで、もうね、ねむだ、ねむだね、ね、あるじゃん、あるじゃん、待って待って、どこやどこだ、どこやあ、使っちゃった、使っちゃってた、文字が使われていた、でもありますね、これはね、え、あれ週かどっかにあるから、うん、これはありますね、はい、おっ、あ、これで、あ、いったね、うん、あ、なるほど、人に言った、負けた、海いるときは何かになるかな、いや、あれ、意味風が強かったな、意味風強かったね、意味風やられたな、意味風強かったね、佐々木が勝っていいゲームこれチョベリグな佐々木さんの後はリキッツさんと夢追いさんが勝負、チハ、チホ、ツハ、テ、テハ、ホハダメだよそれそれダッセーやつだよ戦い方がチョベリバでしたが夢追いさんが勝利ということで勝利した2人が対決、その前にこちらをおもてなす、ゲームで振り返ってあの頃を語ろう、発芸エモリアル、ゲストの発芸を振り返って思い出メモリーでエモいエモーショナルをお届けするこのコーナー、あ、だからエモリアルなんですね、そうですね、今回は夢追いさんの発芸をご紹介いただきたいと思います。早速ですが夢追いさん、初めてプレイしたゲームは何でしょうか。
ポケットモンスター赤です。もう王道タイトル、いいですね。初代ですね。どのような出会いでしたか？親が結構、まあ、あんまりこうゲームを、うん、まあ、ちょっとあんまりよろしくないというふうな方針の人で、うんうん、まあ、日々延々と僕はダダをこね続けたんですね。なるほどなるほど。どうしても欲しいと、うん、でその誕生日に初めてのゲームボーイカラーと一緒に買ってもらって、はい、もう寝るのも惜しんで食事も惜しんで晩ご飯に呼ばれても、うん、もうひたすらもう最初の草むらで人影をリザードンにするっていうのをずっとやってました、うんうん、なるほど。これはちょっとクソガキですね。でもね、佐々木さんは僕のことあんま好きじゃないっていう。初めてプレイした時の感想というのはいかがでしたか？あ、世界にはこんなに面白いものがあるんだっていう風にちょっと感動をめいた気持ちになりまして、はあ、なるほど、うん、本当に子供の頃からそんな風に思ったんですか？いや、多分思ってない。思って、これ嘘ついたんですよね。そんな子供がいるわけがない。昨日考えたんですか？先週考えた。いや、じゃあ全然違います。違いますよ。また嘘か。違います。またもやめてもらっていいですか？それでは当時のあなたはどのようなお子さんでしたか？わりかしその勉強ができる方だったので、うん、周りにお前ら何もできんやろって見下しているクソガキだったんですよ。なるほど。何か言いたいですか？うん、消えてほしいですね。飲み込んだけど吐き出してしまいました。ごめんなさいね。飲み込ませるべきでした。それは、ね、申し訳ございません。すいません、大変失礼しました。こういうコーナーなの？ちょっと今日は趣がちょっと違うみたいな。今日そうなんだ、うん、ちょっとツッコミどころが多いので。夢追いかける発言へのメッセージ。こんなに面白いものがこの世にあるのか、夢追い少年は驚きました。同時に憧れました。きっとあの日、君が投げたマスターボールに捕まってしまったんでしょうね。ありがとう。レバガチャ大パン。夢追いさんと佐々木さん、戦うなら今でしょ。先行は神ってる佐々木さんから。まあでもそうだね、隅から取っていいんじゃないこれ。結構ない単語が多いのかな。どうだろうな。オッケー、じゃあドス。ドス。ドスか。いきなり。どうきたか。先生の告白。どうきたか。じゃあ赤サタナ。むずいよこれ。ちっちゃいつで。これで。やめろ。入るんじゃない。どっか。どっか。はいはい。どつか。どつ。どっか。どっか。どっか。俺すっげにするのかと思った。すっげもありそう。その後両者ともにすごいですねな方法を見せるも佐々木さんがリード。あ、やるか。うちもしかして語彙力ある？いや、あるかもしれない。ここにド。やばい。ドうまい。カード。ドーツーボ。やばいやばいやばい。今ワード置きながらこいつ煽られたな。確かにドーツーボや。ドーツーボやな。ここじゃあ埋めちゃおうかな。はい。はい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 。うわー。人気。これでまあちょっと安全を変えて。うん、とりあえず角もらいますね。あ、強い。それは強い。それは強いよ。これちょっとピは捨てるか。ピを捨てよう。ミカードで。いや、ミカード。あ、なんだろうな。ミカード。なんかミカードになんかつきそう。そうなんだよ。それが一番怖いんだよね。3文字つけたら5文字がつく。ミカード。一番怖いんですけど。ミカード。どうしようこれ。バミーカード、ビミーカード、ブミー。来た来た来た。残り10秒、10秒ない。ハミ、ブミ。置かないとやばいぞ。ハミーカード、やばい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 。やばいやばい。怖い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 。ムミムミムミ。危ない。ギリに埋めるのがうまいな。え、M た何かべって何？君が何かもおかしいな。君がよ。君がよ。お前さ。おっかお前。いや、いい勝負するんだ。これでいいかな。ガシガシガシ。いや、ちょっと地味な攻撃しかできてないのが辛いところだけども。ちょっと待って。まあ、地道に地道に。あるの。はしご。母もある。ああ、いったいったいった。よしよしよし。やべ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 。佐々木強くね。佐々木強い。やべ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 。シンプルうまい
か。で、ゴム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 、とりあえず、これ、とりあえず一回入れる。はいはいはい。どうだ、どうだ。うめー。三枚は、いや、これ逆に入れづらくていいじゃない。いや、これはね、これ逆に入れづらくていいじゃない。いけるよ、多分。これ3枚ひっくり、三枚ひっくり返せば勝ち。そうですね。二枚でもいいかな。1枚置けるから。2枚。2枚ひっくり返す感じで、これ置ければ。ああ。消えていけ。いけ。若さ、これがアルゴイ力強えよ、大人たちこれが若さ、仕切りたがりの大人たち、仕切ってるのにね、もう精一杯で、もう仕切らないでくださいね続いて負け犬同士が対戦。あー、来た。うわ自己紹介かよお前だろ、傲慢だろ吸ったもんだがありましたが、ヤシロさんが勝利。最弱になってしまったパズルが下手なんだもんパズルね、パズル側がダメエヴァガチャダイパー。ダイパー力の世界一を決める優秀ある大会、それがワールドダイパークラシック2021。さあ、始まりましたワールドダイパンクラシック、略して WDC。 実況担当は私、八代気づく。そして解説はブンブンハロー WDC 佐々木作です。世界最強の大ファン力を競うこの WDC、 本日はどんな記録が出るのか佐々木さん楽しみですね。全て出し切ってほしいですね。なるほど、ありがとうございます。さあ、今回出場する夢追いかける選手が登場してきました。お、解説の佐々木さん、はい、夢追い選手をご覧になっていかがですか。なんかできる風にはなってますけど、はい、ちょっと体がひょろいので、うん、ちょっと数字には期待できないですね。なるほど、ありがとうございます。おっと、ここで時間いっぱい、夢追い選手大パンサークルへ向かいます。私の取材によると、はい、夢追い選手は最近ムカついたことを叫びながら挑戦するそうですよ。なるほど、それでは夢追い選手の大パン力測定お願いします。最近売れてるアーティスト、若すぎんだろうがよ、若すぎんだろうがよ、若すぎんだろうがよ。わお。あっと、夢追い選手の記録は779キロ台パン、圧倒的だ。でかいです、ちょっと裏にもでかいです。いやー、ちょっとあまりにも醜いムカついたことが大記録を生み出した。さあ、こちらスローで見てみましょう。最近売れてるアーティスト、若すぎんだろうが。はい、というわけで夢追い選手、はい、779キロ台パンという大記録が出たわけですけれども。すごいですよ、はい、これは、はい、もう思いの丈をこの台パンマシンにぶつけてられたので今噛んだんですけど、すごく満足してます、はい、なるほど、はい、若い人が今多いと。ムカついたことなんですか。気になることですかね。あと表現を変えて緩めましたね。なるほど、 ではその若いアーティストたちに何か一言。未来を背負うのは君たちだ。あ、急にこびてきましたね、ちょっと残念です。振り切ってほしかった。20点ぐらい引いててください。そうですね。というわけでワールドダイパンクラシック現在のランキングはこうなりました。以上、解説は佐々木作さん、実況は私、八代気づくでお送りいたしました。佐々木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ先ほどの結果、1位、2位、3位、4位が決まったので、はい、今から1位と4位チーム、はい、そして2位と3位チームで、勝負をしていきたいと思います。負けねえぞ、負けねえぞ。サクちゃん、リキちゃんの力も、サクちゃん、リキちゃんなんてもう集まったら最強。ゆめちゃん、キズちゃん、語呂悪いからそんなことない、そんなことない。なんかベテラン感あるから、ベテラン感あるからな。ということで、リキちゃん、サクちゃんとゆめちゃん、キズちゃんによるご機嫌な対決が実現。先に25枚取った方が勝ち。先行はリキちゃん、サクちゃん。どっから行こうね。だから、あの端っこのところはもう取っちゃったらなんか、うん、もう、いいとか、だから、だからあの左下のなんか予定とか、ああいう感じなんだよ。入れたこ、右上仕入れない、ちょっとなんか、なんかずれる。一回動き見てみたいな。予定、予定、予定、
完璧じゃん。なんか矢印のとこ一回入れてみます。入れてみる。うん、矢印に、あいつら一回。なんか試そうとしてバカだよ、哀れだし。しゃあ、ね、やったとこでお前らに扱えるわけねえ。動いてあらーってなるだけ。なんか煽られてる気がする。お前ら幼稚だよ。お前らなんてな、こうだよ。お前らこうだ。あ、そう、あ、なんか、あ、なんか綺麗な動きが。あ、パネルがね、一気に動くんだ。パネルが動くのか。なるほど、なるほど。そういうことか、そういうことか。だから、あれだよね、あの、うん、右下のチウシンとこなんか取っちゃえばさ、なんか、なんか言うんじゃない。チリとウリとリシンとか、そうじゃない。え、頭いいじゃん。パズル離れるとね、やれるのよ。すごいだけはあるんだ。チリ、何が落ちる？リーチ、リーチ。あー、リーチか。マジでやばい。マジかよ。なんで負けたんだ、さっき。なんで負けたんだ。その後もまさにワンチームなコンビネーションを見せる両チーム。4人とも半端ないデージを。運慶はもな、運慶はありそうだ。運慶来い。やばい。えぇ、滝刻め。はぁ、あ、そしたらこっちやな。さあ、運チー。運チー、元気がいい。すごい元気がいい。滝蔵運チー。滝蔵運チー。マリカ、マリカあるかな。ないないない。マリはある、マリはある、マリはある。リカもあるんじゃない。リカ、あるある。リカ、そってない。その間に入れたいね。ジとマの間ね。そう、イミジマ、イミジマリカ。ジーマ、リカない、リカないから。酒しかねえ、ジーマしかねえ。ジーマ、なんだそれ。ジーマ、ジーマ。ケマリ、ケマリ。うわー、まあ、いや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 、よかったっちゃう。まあ、でも取れたから、ね、でもだいぶ差がついてんだよ。そう、だいぶリードしてるんだよ俺らな。すごい。なんで最強ってこと。最強コンビなのよ。エリキちゃん、ザクちゃん、シンプルに出てこない、うん、そうだね。何もなんか、うん、おじちゃんの限界があるぞ。おじちゃんって言われましたよ、ブチギリ。エリキちゃん、ザクちゃん、超気持ちいい連鎖を決めまくり、ここでついにリーチ。どんなくん、やっと全乗りリーチだ。よっしゃ、無敵だ。強すぎる。エリートと落ちこぼれのコンビがっていい映画みたいな。真ん中よ。ポッチリか、一回ないかもしれない、もう一回一回ポチましょう。ポッチリ、なんだよ。マジマジか。恋が夢王についてきてません。なんでよ。突っ込ある、あの、ケとカでなんかやったら勝てるよ。ないよ。あー、ないない。結果できない。もない、そんな単語はない。喧嘩もあるね。喧嘩より通常にそんな単語ないからね。あれ、あ、綺麗に決めてきやがった。結果発表。余裕じゃん。結果はこれだ。結果急に強くなるの。すごいな。ずっとリキちゃんが強かったぞ。コントローラー持ってないと俺ゲーム上手いのよ。ずるくねえか。俺ね、指示中の才能がある。ゲームは才能ないんだけど。コメント欄にずっと。コメント欄にいるやつの才能があった。しかも良好な指示中。そう、ちゃんと役に立つ。ボジピッタ楽しかったね。いやー、面白かった。面白かった。強すぎた。負けた。強かったな、佐々木が。ヤスキー先生、まだまだ終わってないよ。お次はリキちゃん、行け。ヤシロ気づく。何、伊勢丹でジャケット買ってんだ。いや、伊勢丹じゃないっすか。そごうだっすか。何、そごうなんだ。そごうとしてもだ。お次はこの最強のシーチュー、俺が相手だ。シーチューのままでいいんだ。聞いてる、シェリー。はーい、次回のレバカチ大パンはいるんですよ。リキッツさんの秘密に一同驚愕。そしてゲームはマリオゴルフ64をプレイ。ナイスショット、ナイスショットを出して奇跡を起こせるのか。番組仕切れる人が多いとナレーション少なくて助かるわ。ありがとう、ありがとう。レバカチ大パン、あの、妙に流行語というか、あの、昔流行った言葉いっぱい入ってたと思ってますよね。あの、そう言って書いてあるんですよ、台本に。いや、いや、本当に、本当にね、信じてよ。